R-8 はソ連で開発された空対空中距離誘導ミサイルである。設計局名称では K-8 または製品24などと呼ばれた。北大西洋条約機構の考案した NATO コードネームでは AA-3 アナブと呼ばれた。第一世代の中距離空対空ミサイルである K-8 は1955年に第4。 設計局で開発が始められた。K-8 は国土防空軍の迎撃戦闘機への搭載が予定されていた。1957年末には最初の発射試験が約 -27K で実施された。K-8 には約 -27K の裏側の5イトレーダーとの組み合わせでレーダー誘導型と赤外線誘導型とが計画されていた。 しかし、この約 -27K の計画が破棄されたこともあり、すぐに K-8 は開発中止となった。続いて、その派生型として開発されたのが、ス1 1に搭載を予定された、K、K-8 から2が開発された。オリオールレーダーとの組み合わせで開発された、K、K-8 から2は、500メートルまでの上空目標を迎撃できた。その飛行速度は、 秒速線15メートルであった。K-8 からには K-8M と解消され、実用化の段階に入った。しかし、オリオールレーダーが未だ完成域に達していなかったためもあり、最初の段階では K-8M は赤外線誘導装置を搭載していた。その後、レーダー誘導装置を搭載した派生型が完成された。1962年2月、 S-11 から 8M の部隊配備に際し、K-8M も正式採用に至った。正式名称は R-8M とされた。また、R-8M の採用に際し、その訓練型となる UR-8 も正式採用となった。R-8M の作薬には、高性能火薬が用いられた。飛行速度の向上と積載量の増加は、 ミサイルの操打装置の簡素化と小型化、推進装置の出力増強を促した。火薬圧力アッキュレーターと称された装置は、ミサイルの発射に際して点火し、ガスを発生させ、操打装置や発電装置タービンに圧力を加えることによりそれを、急速に主導するものとされた。R-8M のミサイルシステムは、発射墓器、ミサイル団体、レーダー誘導、 地上からの誘導の4つの要素で構成されていた。このような誘導システムは R-8M で初めて実用化されたものであり、R-8M の配備開始当時、唯一このミサイルだけが持つシステムであった。当時、防空軍には自動迎撃装置を搭載する迎撃戦闘機として、S-9 から51と S-11 から 8M があったが、 RS-2US しか運用できない S-9 の方は十分な迎撃能力を有していたとは言えず、R-8M を運用する S-11 の装備によってようやくソ連は有効な航空機による迎撃手段を獲得したと言えた。S-11 は従来の迎撃戦闘機よりずっと大きな距離で目標を探知でき、自動で 目標攻撃可能距離である 12km まで運行され、その距離に達すると離脱とともにミサイルを発射することができた。しかし、こうした完成されたシステムの一方で R-8、M 自体の性能は不十分なもので、引き動目標の迎撃しかできなかった。R-8 はソ連の古典的ミサイルとなり、そのスタイルは以降のミサイル設計の規範とされた。 すなわち、R-8 で採用された機種にそうだ骨罰を中間部にエルロンを備えた強化史実罰を持ち、ビブに推進装置を持つという構造が、以降のソ連製ミサイルの典型的スタイルとなったので、ある。ありがとうございます。